はい、北中グスプソンあったの溝は美味しい。おお、これよくわかるな、お前。これわかる、聞いたことある。いやいや、住んでたから。あ、あ、そうか、あったの人ですよね。そう、だからあの浄水器とか買わんかった。あ、やっぱりね。北中出身じゃないですか、うん、俺北場に住んでるんですけど、北場の水はそこまで美味しくないんですよ。そう、ただ下に下がったところの地域のあったっていう地域の水は美味しい、うん、美味しい、美味しい、本当に。ただ、うん、学校行かない子供が多い。そうなの？いや、そんなさ。いやいや、いやいやいや、それは、貴様に、うん、それ学校があるさ、貴様に。さあさあさあですね。貴様に、貴様に学校がある。学校がある、上の方にありますよね。うん、あったは、はい、あの、下だから、下だから、あの、下から上に、うん、あの、歩いていかないといけないから、よう着いたとしても2校地くらい。うんの子供たちが多い。多い、うん、バス出てないもん。そしバス出てない。出てない。あったバスない。ない。そう、うん、なんかそういうね、北中ある、ね、バスって何のバスですか。なんていうバス。島僕だったら島バスとかあるじゃん。本当に。うん、島バスはアウトだよ。島バス、島バスはアウトさ。いやいや、あるさ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 。なんで島バスはね、島ブクバスだよ。島ブクバス、俺、島バスじゃなくて、俺、島ブクちょっとアウトかなと思って。なんでよ、なんでよ、なんでよ。いや、島ブクロは分かるんすけど。いやいやいや、島ブクちょっとこれ、コメントだね。コメント欄で皆さんおかしいでしょ。なんでお前、島ブク賞に謝れや。そうですよ、北中ディスクスの島ブク賞ってあるんだから。謝れやですね。謝れやは方言じゃないでしょ。謝れや、方言しよう。謝れや、謝れじゃん。しんちゃんがしまくとばだから。しんちゃんしまくとばじゃないって。謝れやわはしまくとばです。なんでさ、しんいちさんのしんちゃんしまくとばだから。偏見だよ。北中グスクス。どうも。ああ、どうも。よっしゃよっしゃ。よー、ちょっとこれ、分かれないね、これ。どっちが悪いのか。記憶ね、背景すぎる。ねえ。もうちょっとなんか楽しそうに言ってもらっていいですか。だきついよな、俺たちは。厳しい。あ、そこ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 。いや、楽しそうに言ってもう二つです。さあ、じゅんさんは、うん、じゃあもうそろそろ時間、もうそろそろ3、うん、もうあと3分です。じゃあワンターンぐらいで、はい、そうですね、行こうか、はい、うん、眉毛が繋がってたら幽霊見えるでしょって言われる。ああ、言われますね、それね。うん、言われる言われる。でも、じゅんさんって繋がってますよね、本当は。俺本当は繋がってる？わからない。そう言われたことは。剃ってます？まあもちろん剃ってる。真ん中？ん？真ん中も剃ってる。真ん中剃ってるってもう繋がってるさ。じゃあ、それはね、俺も眉毛繋がるわけ。え？こういうくて。お前剃ってんの？剃ってる、こっち剃ってる。は？いや、普通剃らないっすよね。俺も触ってないよ。あなたはね。待って、おかしいおかしい。あ、じゃあ待って、剃らなかったらじゃあ繋がるってこと、二人は。うん、なんでそんな急に恥ずかしそうなの。あんま言いたくなかった、ごめんなさい。いやいやいや、どんだけ俺たちが今気をつけてるか。なんかすごいおどおどしてるよね。おどおどしてるね、二人ともね。じゃあ、出た。はい、残り1分。沖縄の天ぷら、魚天ぷらとイカ天ぷら、見分けがつかない。はい、なんで。あ、ごめんなさい、ちょっとダメだ。なんで今、ゴミが悪かったね。そう、ゴミ。ちょっと待って、何がごめん、沖縄の天ぷら。確かに、そうですね。なんていうのじゃ、天ぷらあること。天ぷら。そう。なんていうの。ああ、そうだね。ダメだ、200円です。だ、天ぷら。これ、天ぷらって言ってた。コーラのことはなんていうのじゃ。コーラ。嘘つくな。絶対コーラ派でしょ。あ、だめです。300円。はい、じゃあもう俺の勝ちだし。残り、あー、おーい。はい、100円です。3、うわー、もうこれで OK。 どうですか、自信の方は。自信はもう方言が怖すぎて。いや、もう内容薄かったよね。今もう大丈夫ですよ、ちなみに喋って。あー、喋っていいんだね。マンドンヤ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 。合計何回かのかな、合計何回、方言出たか教えてください。はい、合計が、うん、24。おお、24。24、うなたえんばい。勝ってると思う。44。44!
あ、44。これ本当にどっこいどっこいだと思う。じゃあ一人ずつ聞いていきましょうか。じゃあ、はい、行きましょうか。じゃあ結果発表ですね。あ、いやいや、聞いたら分かるんですけど、はい、2200円。おは2200円。2200円。どっちが払ってるってことですか？同点です。すごい、すごい、すごい。あいやいや、そそ、なんでこのダンス、そのダンス何それ。すごい、おでこ笛。じゅんちゃん、カルボナーラ食べに行こう。行こうね、行けるや。仲良しですね。すごいな、すごいね。そうやん。分かった、決着つけたい、うん、決着つけたいのか、どうしたらいいかな。もうこのまま同点でいいっていうのはどっちがいい、うん、俺は、うん、多く取りたい。じゃあお前がそうだったら俺も多く取りたい。おお、うん、もうバチバチだね。じゃあ延長戦ですね。じゃあラスト近況報告してじゃん、うんうん、最近何かあったとか、はい、じゃあ分かった、もう先に方言出た人もアウトよ、はい、やるよ、はいはい、よーいスタート。じゅんさんよろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。大きい声でね。はいはい、じゅんさん、はい、相談があるんですけど。何でしょうか。最近あの僕買いたいものがありまして。買いたいものとは。車買いたいなと思ってるんです。おお、ほう、いいじゃないですか。これね、じゅんさん相談なんですけど、新車がいいのか中古車がいいのかどっちがいいですかね。りゅうたくんの経済的なことをも考えた上で。ありがとうございます。新車がいいかなと思います。でもね、今考えてるのは中古車なんですよ。え、中古車ってことなんですか。その心は、その心は、どちらも車でしょう。違和感ありすぎてもダメですよ。スラッシュを取れて、最近の近況報告なんですけど、うん、お願いします。え、僕たちお父さんが、うんうん、はい、なぜかわからないんですけど、うんうん、後ろ髪を伸ばし始めてます、うん、これは後ろ髪伸ばしてるってことは、はい、少しやんちゃだったんですか。え、昔やんちゃな方だたんですけど、それでまた目覚めたかのように後ろ髪も伸ばして、うん、そして、リーゼントアイパーみたいなものを当てていて、はいはいはい、リーゼントアイパーみたいなものを当てていて、当てていて、それで、あ、また目覚めたんだなと僕は思いました。そのバイクとかでよくどこで走ったんですか。どこ走らせたんですか。僕は走らせてはないんですけど。お父さんかな。お父さん、ごめんね、なんか責めてるよ。ごめんね、ごめんね。お父さんは当時どこ走らせてたんですか。よく言うのが、うん、沖縄市のピラミッド、うん、ピラミッド周辺。これ今年末に撮ってますけど、来年のなんか抱負とかってありますか、純さん。確かに来年の抱負聞きたいです。うん、現状維持です。現状維持。そうなんだ。ペンキ屋さんもやりつつですか。一ついいですか。はい。なぜ二人で僕を。リュウタ、来年の抱負ある？来年の抱負ですか？来年の抱負は、リラックス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 して、リラックス。そうですよね。オーケー。来年の抱負は？一つでもやっぱり多く、たくさんお笑いの仕事やっていきたいなと思ってますね。スラスラと言える。じゃあ僕もこうやってスラスラと言いましょうかね。やり残したことあります？やり残したこと。今年。今年ですね。2021年とやり残したということはないんですが、うん、おー、いいね。これからやりたいっていうことはありますね。はいはいはい。これからやりたい、やりたいことなんですか。これからやりたいことはこれから考えます。あれ、あれ、今ある、言いましたよね。あるって言ってたけど、何ですか。いやいや、あるって言ってましたよ。いや、攻めてるわけじゃなくて、あるって言ったから。はい、もっとテレビに出たいです。あー、いいね、いいね、いいね。で、テレビ番組で言えば何に出たいですか。番組っていう番組だったら、このそういう縛りはないですね。いや、でもチャナーナンバーワンとか答えてください、どんどん、いろいろ。いや、そしたら絶対出てくるじゃないですか。いやいや、そう、わからないです。やっぱ、それ、別に何が出てくる。沖縄の番組って、大体沖縄弁が出てくる。いやいや、そんなことない、そんなことない。小刻みプラス、プラス、小刻みプラス行っていいかないじゃん、最後に。あ、いいね、いいね。はい、はい、僕から、揚げ揚げ飯出たいです。あれ、なんで揚げ揚げ、あ、その揚げ揚げ、揚げ揚げ飯出たい。クリスマ、俺、うん、俺やっぱ小刻みプラス、小刻みプラス。あ、ないね。ジュンさんはね、ジュンさん何が出たいですか、本当に。
沖縄弁じゃないやつ探そう。沖縄弁じゃないやつ探そう。何があるの逆に。五五四金三金クル。セーフ。NHK のね。はい。沖縄ボンドウォーカー持ってテンポよく。沖縄ボンドウォーカーに出たいです。テンポよくテンポよく。うちなナンバーワン。いいね。十三は馬人広場。何それ。馬人広場。馬人広場ね。はい。沖縄の広報番組県の。はい。ウマンチュ？ん？ウマンチュ？うん。ああ。そっちはいいんだね。そっちは。ウマンチュ広場ね。まあいいね。ユタは？何があったかな他には、ねいっぱいあるよ。いっぱいある？うん。ヒープホップ。お。ヒープ。なんとここで。俺なんで？おちゃさん、俺それはあえて避けてたんだぜ。オリジンコーポレーションのヒープーさんは島津馬です。なんでややアウトー。なるほど。なんて言えばよかじゃあ、あの番組ひとしひとしホップひとしホップそうよって勝者したことないでしょ。ひとしホップ選手でーす。ヒープーは絶対言わないようにしてたんだ。なんかごめんな。うわ、腹立つ。ガチだったよね。ガチすぎ、ガチすぎ、ガチでしたね。いや、ガチでしょ。お前、これでお前ステーキ食えるんだよ。かわいいか。なんでなんちゃんぼになってるんですか。飽きてよかったね。はい、お疲れ様でした。さあ、沖縄あるある、はい、方言禁止でしたけども、はい、どうでした。いやでもこれってそもそも俺たち2人がやるやつじゃないよ。そうやったらダメなやつです。ダメなやつ。100円がかかってる時の、うん、どんどん沖縄方言出るのは出るさ、うんうん、2200円かかってる時はもうやばいね。やばいね。あのお前がよウマンチュって言った時の俺たちの緊張感。ウマンチュって言った時、うん、俺は口にしてはいけないもんだ。お前はいいよな。お前はいいな。はい、ということで以上です。はい、とあるせ、沖縄あるある方言禁止誌アビティインダルエビタン動画でユタさんにチュームレチャンネル。今と思った主体者は今と思った。今と思った。今と思った。ジュースもやっと自然にこんな今と思った。僕らしたいし今と思いました。絶対今と思いました。来る動画がユタさんにチュームレチャンネル登録アンサーに高評価ボタンにいたすることを逃げさめだ、うん、せーの主体者。